岐阜県樽井町にある銅像、竹中茂春は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。署名は表ら、後に茂春。通称は兵衛。父は竹中茂元、弟に茂ノ子に茂門。重帝に竹中茂氏。橋場秀吉の参謀として活躍し、黒田義孝と共に、両兵衛、二兵衛と称された。しかし、 軍港に関する逸話や美談の多くは、後世の創作によるものとみられ、史実上の実像が不明瞭な人物である。天文十三年、美濃斎藤氏の家臣で、美濃国王の軍大御堂上主、竹中重本の子として同地に生まれる。工事二年長ら川の戦いが初陣となる。斎藤道造に味方したが、父が不在のため代わりに大将を務めた。牢城戦の末、 斉藤義達の軍を退けている。永六元年、父は、不和軍岩手城主、岩手団城を攻略し、永六二年、母大山城を築いて、居城を移し、重春もこれに従う。永六三年、父の死去、または隠居ともにより、家督を相続し、母大三城主となった。そして長良川の戦いで勝利した、美の国の国主、斉藤義達に仕えた。 a 禄四年に、吉達が死去すると、その後を継いだ、斉藤達沖に仕える。この頃、尾張国の織田信長による、身の侵攻が、連年のように激しくなるが、吉達時代は、信長の構成をよく防いでいた。しかし、吉達が死去すると、後を継いだ達沖は弱年だったために、家臣団に動揺が走り、一転して、織田氏の侵攻を防ぐことが困難となった。 そのような状況を見た信長が、A64 年7月に、美濃に侵攻し、A66 年にも進化能で、織田勢と戦い、この時も、茂春の戦術のために、斎藤勢は、勝利したという。ところが、主君、辰沖は主職に溺れて、政務を顧みようとせず、一部の側近だけを寵愛して、茂春や西民の三人衆を、政務から遠ざけていた。このため、 A67 年2月6日、白中、衆と安藤森成の軍勢と辰沖の居城、稲葉山城を襲い、斎藤秀騨守ら6名を討ち取り、辰沖を逃亡させた。これを機に、信長は、美濃への圧力を強めていくことになる。7月29日あたりまでは、稲葉山城の占領は続いていたが、8月には、辰沖に奪還されたようである。自ら辰沖を勇め悟し、 稲葉山次郎を辰沖に返還したともされるが、半年にわたり、戦闘が継続していたことから辰沖を支援する、勢力の攻撃により、稲葉山次郎を放棄したとするのが正しい。城を放棄した後は陰遁生活を送る。A60 年、織田信長の進行により、斉藤辰沖が稲葉山次郎を追われ、没落すると、斉藤家を去り、北近江の戦国大名、 浅井長政の客分として、東野財軍草,草野に三千貫の六を賜るが、約一年で六を辞して、丘陵の岩手へと帰り、陰性した。竹中重春が天正七年に使用した顔。千年をのとりを表した珍しい顔で、織田信長の林、字形顔と同様に、平和への願いが込められていると言われる。信長は、浪人していた重春を、 自分の家臣として登用したいと考えた。身の攻めで頭角を表していた木下秀吉に勧誘を命じ、秀吉は三個の礼で茂原を誘ったとされる。茂原はこの時、秀吉の天聖の才能を見抜き、信長に直接使えることは拒絶したが、秀吉の家臣となることを了承したとされる。竹中重門の表した豊か感には、 信長が秀吉の要請を受けて、牧村としさだ、丸も権利と共によりきとして、秀吉の下につけたことが記されている。後に、信長包囲網が敷かれ、信長と浅井長政が敵対関係になると、茂春は浅井家診断との人脈を利用して、主に調略活動で活躍した。元気元年には、浅井方の長丁寧城や長飛城を調略によって、 織田方に寝返らせている。直後の姉川の戦いにも安藤森成の舞台に参加した。この合戦の後に信長の命で横山城に秀吉と共に残し置かれ、この頃から信長直進から秀吉の寄り木へと転じたと推測される。秀吉が中国攻めの総大将に任じられると、茂春は秀吉に従って中国遠征に参加する。 天正六年五月二十四日、浮北市の備前八万山城の城主を、長略成功によって落城させ、この報告のため京都に赴き、信長に賞賛され、銀須百両を授けられて、針前と寄陣した。同年、信長に無本を起こした荒木村重に対して、秀吉幕僚の黒田義高が、有岡城へ赴き起伏を呼びかけるが、城内で捕獲、監禁され、 外部との連絡を断たれたため、信長は義高が村重に加担したと思い込み、義高の着難、正寿丸の殺害を秀吉に命じた。しかし、重春は信長の首実験に際し、秀吉に偽の首を提出させることで、正寿丸の命を助け、正寿丸は自身の領地に引き取り、家臣の不破や足の屋敷にかくまった。後、助け出された義隆はこのことを非常に感謝し、 竹中家の家紋をもらい受けている。天正7年4月、針馬三木城の包囲中に病に倒れ、人中にて6月22日に死去した。去年36、三木市平井さんの竹中重春の墓場所は、人地のあった兵庫県三木市平井山、観光武道園内にある。三木を攻めた、秀吉川であったにもかかわらず、今でも地元老人会などで手厚く供養されており、 墓には、喧嘩が途切れることがない。また、6月13日の命日と地元の農作業が、落ち着いた1月後の7月13日には、軍師、竹中半兵衛重春公を忍ぶ法要が、恒例で供養が行われ、平成26年夏で435期となっている。他にも三木市しじみ町の栄雲寺、岐阜県樽町の善道寺、滋賀県東大見市の浄土寺などにも墓所がある。 浄土寺にある墓は、竹中家臣団の一人である、竹中地区を守るのものである。ありがとうございます。